それでは今日は、もう毎年ですね、とっても大人気のマオメイドさんのパンツのご紹介でございます。はい、そうやっと入ってきましたね。やっと入ってきました。こちらの表は起毛になっているんですけれども、はい、綿のタイプでございまして、はい、で柄のタイプなので、それぞれ全然ですね印象が違うというタイプで、今日はコーディネートをしていきたいと思います。はい、マオメイドさんの表、はい、生き物チェックパンツでございます。17,380円で、はい、お色味が、はい、私が着ているのがオレンジ系というお色味で、はい、で松原さんがこれネイビー系ですね、はい、でもう一つグレー系というものがございます。はい、でコットンが 100% で洗濯もできます。ね、はい、じゃあ松原さんのそちらのネイビーのお色味から、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ではマオメイドさんの、はい、毎年これ楽しみに、うん、リピーターさんもすごく多いと思うんですけど、うん、これ私が特に履いているネイビー系、うん、この色合いすっごい可愛いんですよ。合わせやすい。で、織りの感じがもうツイードの織りの雰囲気になってるんですけど、これなんですけど全然チクチクしないんですよ。それそれ、本当それですよね。チクチクしない。洗濯もジャブジャブ洗ってもらって、うん、全く大丈夫、問題ないので。あとね、ウエストの部分は総ゴムの仕様なんですよ。ゴム仕様になってるので、うんうん、ご自身で紐でリボンの調節していただける。はい、で長さが、小耳がさ、結構合わせやすくて、うん、そうそうそう、澤田さんの身長でも、うん、私の身長でも、澤田さんと私、6センチ身長差があるんですけど、うん、要は腰で落として履いてもらってもいいし、はい、ウエスト位置を高く持ってきてもいいし、うん、私で今平均的な、ちょうど骨盤上ぐらいで履いてるんですけど、二人とも今日はね、ちょっと少しだけヒールのあるもの、そうなんですよ。もう全然スニーカーでも、うん、ヒールのちょっとあるものでも丈が短くならずバランスよく合わせてもらえます。そう、ベーシックなね、うん、広すぎないシンプルなワイドシルエットなので、そうですね、一本持ってると秋冬のコーディネートの幅が絶対広がりますよね。広がります。なんかあとはあんまり地が見た目ほど厚くない、うん、なんか見た目って結構ね、地がしっかりしてるように見えるかなと思うんですけど、最初、ね、これ見た時にびっくりしました。うん、なんかびっくりしましたね、軽くて。生地がしっかり厚みがありそうって思ったんですけど、すごくね、柔らかくて厚すぎない、うん、そう、ほんとね、使いやすい、ね、だけど冬に綿だからチクチク感がない。それなんですよ。そう、こういうツイードのパンツって、うん、やっぱツイードって毛だから、うん、中に裏地がついてて、で裏地がついてると、うん、だいたい太もものところから裏地を切ってあったりとかするんですけど、そうですね、そこからかゆいという感じでね、結構だから、ね、言われますね。見た目が割とウールすごく入ってそうだから、見えますかね、ちょっとなんかチクチクするのかなと思いきや全然それはないので。そう、この色はね、澤田さんの履かれてる色っていうのが新色。そうです、今までなかった色、今までなかった色ですよね。うん、今日ね、澤田さんね、ベージュ系のコーディネートで、ベージュ系で可愛いですよね、その色の組み合わせ ねちょっとね、色が、うん、松原さんは今黒のトップスと合わせて、それを先に見せていただいて、お着替えいきましょうか。はい、はい、今は、うん、トップスがストールを、うん、カシミヤのストールを合わせてるんですけど、うん、こんな感じです。もうかわいい、ちょうど今の時期に、まだコート羽織らないで、うん、ストールとかでちょっと調整して、確かに日中お出かけとかもしていただけると思うんですけど、上に着てますのが、うんうん、今店頭に入ってきてます、ラグズチェンジさんのブランドで、はい、異素材ゆったり変形トップス。今日なんか、名前がね、はい、長いねとか言ってたけど。デザインが可愛くないですか？そう、可愛い。このぐらい、うん、結構、身幅感にもゆとりがあって、後ろの身頃の感じとかも、うん、こう切り替えになってるんですね。これレーヨンとナイロンのちょっとこうツヤ感のある、はい、うん、ニット地とこのマットな布白のコンビなんですよね。わ、かっこいいって言われてる。そう、なんか、うん、最近タートルとか首の詰まったのとかが結構多かったと思うので、はい、うん、こういう浅V っていうか、そうですね、ちょうどいい、こうもちろんこういう風にちょっと身頃を前に持ってきてもらえると、うん、深V になるので、中に T シャツ
ベーシックカットソー、皆さん買っていただいてる方も多いと思うんですけど、うんうん、そういったベーシックカットソーとか合わせて T シャツをチラッと見せてレイヤーを楽しまれてもいいですし、確かに、まあ、今私普通にタンクトップとかで1枚で着てるんですけども、うん、1枚で着てもシンプルに、あとこの腕のところのゴムリブが、うん、結構長いんですよね。どのぐらいあるかな、10センチ15センチぐらいあるかな。確かに通常のリブよりだいぶ長いですね。なんか腕、うん、綺麗に見えませんか、ね、二の腕のところがすごくすっきりと見えるんですよね、うん、ここがサイドラインが入ってます。腕のところはこうなんか結構黒だけど異素材が割と近くで見るとちゃんとわかるから、この軽さ落ち感とかが、ね、いいですよね、うん、すごくいいと思います。これはお値段が 12,980 円で、カラーがブラックのみです、うん、のみですね。そう、確かに確かに。前のところがちょうどこの股のところっていうか、うんうん、股上のところがふわっと切り替えになってるんですね、うん、ここのところにちゃんと軽く下座を寄せてあって、でサイドの切り替えで落ちるラインになってるので、なんかレイヤードしてもらうときにすごく使いやすいと思います、うん、着心地もとってもいいので。確かに。あ、上岡ワッカーさんが、はい、チクチクしたりはしないですかっていうご質問です。あ、素材がこれレイヨンとナイロンなんですよね、うんうん、レイヨンナイロンで、このふわっとしてるところがポリエステル100なので、うん、チクチク感はゼロです。ゼロでございます、はい、あ、手首が細く見えます。 V がいい、綺麗に見える。なんか V もなんかまた新鮮ですよね。ね、そう、こんな感じでちょっとゆるっとした、なんかチェックパンツって、うんうん、なんだろう、ちょっとほっこりしがちに、そうですね、なりやすいので、うん、なんか大人のなんかちょっとかっこいい感じの雰囲気で、うんうんうん、リラックスな雰囲気で持っていくんだったら、こういうちょっとデザインのあるトップスなんかもおすすめかなと思います。もちろんこれ、ね、うん、トップスはデニムとかもう本当にベーシックなものとか、ワイドパンツや細身のパンツどちらでも合わせていただきます。はい、じゃあ次の色を、松原さんは着てきていただいて、はい、では音色の方を着てまいります。いってらっしゃいませ。で、私も今ちょっとトップスはですね、少しイレギュラーヘムのような形のタイプと合わせてるんですけど、この色は昨年なくって、初めて今年入ってきて、少しオレンジベースと、あとグリーンっぽいものと、結構色がですね、反対色のお色目も入っているので、すごく合わせやすくてポイントになるかなと思うんですけど、トップスはですね、アクタさんのこのブラウス、もう今時期すごくちょうどいい素材感で、この張り感があって、あんまりこうシワになったりもしないよっていう、トップス可愛いですよね。これ黒と2色です。このアクタさんのトップスは、これもね、袖リブです。袖リブヘム切り替えブラウスで、こちらがポリエステル 100% で、お値段が 13,200 円、手洗いが可能となっております。もうシーズンレスでお使いいただける素材感だし形になるので、寒くなったら中にタートルだったりとか入れていただいてもいいかなと思うんですけど、ちょうど切り替えがこの胸下のところからサイドにラインが入ってるので、そんなにボワッと広がりすぎてオーバーに見えるっていう感じではないので、とっても着ていただきやすいと思います。これはもうこの時期最高です。で、例えばこれに先ほど合わせてたんですけど、ハリスさんからのこのベストです。もうね、ジレは1枚あると本当に、皆さんいろんなダウンのジレだったりとか、カット素材のジレだったりとかお持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、今からだったらこういうボア系のベストもね、すごく使っていただきやすいと思います。これは、素材的にはポリエステル 70% でウールが 30% 入っているので、結構暖かく着ていただけます。で、ここがファスナーです。ちょうど温度調節するのにすごく使っていただきやすいし、あとはロングなので気になるところもね、しっかりカバーしてくれるので、今はワイド系のパンツと合わせてるんですけど、細身のパンツと合わせた時でも割とバランスが取りやすくて、すごく使っていただきやすいと思います。もう早くこういうのが外で着たいですね。あ、もこもこがいい。そう、もこもこ可愛いですよね。色が一応このベージュとブラックとブラウン、こちらはお値段が31,290 円になってます。すごく使いやすいデザインです。
こういうボア系って本当にあんまりね使うのも気使わなくていいから使っていただきやすいと思います。はい、佐藤さんこれどうしましょう、どこから来た方がいい、あ、そうだそうだ、後で着ようか、後で、はい、じゃあ松原さんお着替えが終わってセットさんのブラウスはその組み合わせもめちゃくちゃ可愛い、はい、じゃあこれに、はい、これに皆さんの、はい、待ってらっしゃる、うん、待ってらっしゃるコーディネート、はい、コーディネートお見せします、重ねてね、はい、これからと思います、確かに、で、今度は、うんうん、グレー系、はい、今グレー系のねマオメイドさんのマオメイドさんのパンツに戻りますよ、はい、あ、そう、これがね、はい、一番今竹的に形も分かりやすいですね、はい、うん、ちょうどいい感じで、そう、今ねこういう竹が短めの、うん、ちょうどシャツブラウスがすごく充実している時期だと思うんですけど、はい、うんうん、ちょうどね熊本店は、うん、今全店に入荷してるこの瀬戸さんの、うん、追っかけシャツ、はい、これはね瀬戸さんのね、うん、顔といえる本当にシャツなんですよね、すごく素敵、何回見てもで、うん、ちょっとそんなに長すぎないスタンドカラーを合わせてます、うんうん、はい、でやっぱり秋冬になると少しトラットっぽいムードっていうのが、うん、全体的にお洋服出てくると思うんですけど、うんうん、そういう時にやっぱりもう使い勝手がねいいカラーの展開なので、うん、ちょっとクラシックな雰囲気を持ち合わせているので、このパンツとよく合うと思います、持ってらっしゃる方ね合わせていただいて、ティラちゃんさんから、はい、パンツはゴム仕様ですかっていうことなので、パンツは、はい、ゴム仕様の紐で調整ができます。あ、シャツかわいい、何にでも合わせやすそう、そう、今ねほんとベーシックな、うん、これでも結構これカフスが長いんですよね、はい、ベストなんかと重ね着した時なんかは、うんうん、カフス長めとかもすごくこれおしゃれだし、ほんとねよくねカフスのね、うん、長さとかも考えられてる、確かに、はい、でも無造作にきちっと折ろうとしないで、うん、無造作に折っていただいて、うんうん、でね私のおすすめはもちろん普通にスタンドカラーでここピッと留めてもらって、うん、パンツワイドパンツとかロングスカートを合わせてもらって、うん、でも絶対バランスいいんですけど、このね襟のところをここまでちょっとちび襟っぽい感じで、うん、襟が少しあるのが好きっていう方も多いと思うので、かわいいちび襟ちゃん、あ、スタンドカラーお似合いです松原さんっていう、ありがとうございます、 あと何色がありますかということなんですが、はい、色展開がちょうど今私が着てるのが、ベーシックな、もう何にでも合わせやすい、まず1枚目に揃えるんだったら、うん、本当このお色目をおすすめします、うん、あとはこのねネイビーの感じもねすごくいいんですよ、うん、いい色、そう、ボタンのね感じがまた白だから、そう、ボタンをねやっぱり白にしてるっていうところが、うん、またすごくこのシャツのディティールっていうのを引き立ててくれるので、うん、で瀬戸さんの商品っていうのは長く着ることっていうのを前提でっていうので考えられて作られているので、うんうんうん、本当に流行に左右されずに、うん、スタンダードとして持って置かれてもいいと思います、この色がね可愛い、ね、ね、この色可愛い、いい色です、いい色です、こういう色で合わせてあげてもいいし、うん、ネイビーで合わせてあげて、確かに前開けて T シャツとかで、うんうんうん、今羽織にしてあげてもこのシャツはすごく使い勝手がいいです、どっちも合いますね、はい、はい、今ね折り返してこういう風にちっちゃい襟にして着るのもありです、はい、はい、アップルパイさんが、はい、首が短いのでちび襟が良さそうです、なんかその首が短い問題、首があんまり見えないと嫌だとか、うん、ここにファンデーション塗るとか女性はやっぱありますよね、うんうんうん、ありますよね、こういう風に襟があるのとか好きな方も多いと思うんで、私は結構ここまで留めて襟にしてベストとかもいいかなと思います、ね、ちび襟ちゃん、はい、ここからまた重ねて暑いなんか足してきましょうって料理みたい、はい、そう、一緒に合わせてるのが、うんうん、これやっぱり瀬戸さんのもう本当におすすめ、もう何着でも欲しい、ね、そう、マーケットジャケット、新しいのが入ってきました、これ色いいですね、すごく、そう、私今着てるのが、うん、これもベージュとグレーとブラックの3色で、毎回素材がね変わってくるんですけど、うんうん、これは薄くね起毛したね、うん、チノ素材なんですよ、そうで、厚みがねあるのに、うん、こう結構しなやかな柔らかさっていうのもあるので、こうバリッとした硬さっていうのがメンズっぽい雰囲気の、ね、なくってワークジャケットっぽい雰囲気よりもソフトで滑らかな素材になってます、
少し光沢もあるので、あまりカジュアルに寄りすぎず合わせてもらえます、ね、これは最高、ね、そう、このねパンツとね組み合わせるのは本当かわいい、かわいい、こんな感じです。後ろのシルエットがこんな感じです。そう、これ ね何でもね融通が効くから、うん、この襟を立てて着るのがね結構熊本のお客様にもね、うん、人気なんですよね。こう立ててで寝かせて着てもいいので、うんうん、こういう風に寝かせて着ても、そうすると解禁っていうか、そうですね、首が結構ね調節ができるから形変えられます。そう、またかっこいいですね。いいところは、うん、もうねポンチョみたいな身幅感なので、こうゆとりをしっかり持たせてあるので、中に着るものっていうのを選ばないので、で持ってくるお洋服によってももう着こなしの幅が広がるので、うん、1枚持ってるのもおすすめです。こんな色かわいいですよ、はい、このねパンツを引き立てるのにやっぱりちょっとポイントが欲しいですよ ね、お、かっこよきですね。素敵、気になるアイテムです。もう秋冬は本当ね、いろいろ重ねるのが、あ、さすがひまりんさん、何もしなくてもかっこよく着崩れしなさそう、良きです。そうです。そう、いろんなところがやっぱり、うん、ちょっとボリュームがね出せるっていうのもいいですよ ね、ちょっとよく見えない、どんななってるの今ね、前で、ね、かわいいよ、なんかねよく見えないですよ自分の。いいで、こんな感じで後ろから前に持ってきただけなんですけど、うん、この前の立つ感じがいいですね。こんな感じです。赤ポイントになっていいですよね、うん、お、浦和のインスタライブで気になっていた、そう、あ、そうそう、浦和店もね最初に書かれてましたね、沢村さんが巻いていたストール、そう、あの黒のワンピースに、ね、うん、あればよかったですね。そう、こんな感じでコートに合わせた時とかも、うん、これはね、ヌメさんです。はい、ヌメさん、そう、これね、エアウールストールって言って、うん、あのすごく軽い素材なんですよ、ね、ウールの重さっていうのがなくてふわっとしてる。で、うん、カウさんが、はい、パンツサイズはワンサイズですか。はい、ワンサイズです。パンツ、そう、サイズ全然ね、うん、このパンツは、うん、あれですよね、もう13個くらい全然余裕で、割と、はい、あの幅広く履いていただけるかなと思います、はい、うん、結構融通が効くシルエットなので、うん、割とあの私ちょっとパンツは腰回りとか自信がないから苦手っていう方でも、うん、まあ、このパンツだったら履けるって言って皆さんトライして買っていかれます。すごいすごい、このストールに対してのコメントがちょっと非常にたくさん来まして、はい、このストールは全店にあるんでしょうかっていうことなんですけど、はい、お店によってもしかしたらちょっとあの売れてしまってるところもあるかと思うんですが、ちょっと問い合わせてください。そして色は他にありますか。もう一色ネイビーの色が、もともとはございました。はい、ネイビーはもう熊本店は完売をしていて、はい、うん、そうなんです。で今日もね、あの黒に合わせてこの赤を買っていかれた方がいらっしゃったんですけど、はい、うんうん、すっごい黒に合わせる時もね、かわいかったね。かわいかったですね。そうなんですよ。でボリュームがねしっかり出せるので、うん、はい、はい、ということでまたパンツの話に戻るんですけれども、はい、そう、パンツのこのラインに赤が入ってるので、うん、ちょっとこう赤っぽいものと一緒に合わせてあげるのもいいかなと思います、ね、ちょうどバランスがいいと思います、はい、ということでありがとうございます。たくさんのお客さん見ていただいて、はい、そろそろお時間がやってまいりましたので、本日はここまでとさせていただきます。ありがとうございます。コメントいただきまして、今日もいっぱい来て、ね、お父さんめっちゃ似合ってます。ありがとうございます。じゃあちょっと欲しくなってきちゃいますね。なんです。でもう松原さんと私のコンビは今日が最後かな。うわー、楽しい。はい、またね、どこかで、また一緒にやれればいいかなとは思ってるんですけれども、ね、はい、ちょっと今日が熊本でするのは見納めとなりますので。あら、でも、あれですよね。3人。あ、そうそうそう、3人。次はね、3人。そうそうそう。だから2人きりは、ね、今日まで。もうこの画角に入りきれます。多分大丈夫。矢野さん来た時に一回やったから多分大丈夫。もうちょっと矢野さんはすごく私たちよりも細い。あ、そうですね。そうなので聞くだけも楽しいかな、はい、と思いますので、はい、ぜひぜひ皆さんまた見てください、はい、ありがとうございます。アーカイブ見てください。寂しいです。そうですね、本当にまた一緒にやれる日を夢見ております。はい、まあね、はい、すぐね、うん。
あ、皆さん、はい、ほら泣いてるマークで、泣いてない、泣かないで、はい、はい、っていう形でよろしくお願いいたします。はい、じゃあ以上となります。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさーい。おやすみなさーい。